皆さんこんにちは、光ミュージックジャンキーキャポリクス MC の光です。今回はなんとアメリカはニューヨーク州バッファローに来ちゃいました。そして後ろに見えてる建物、何かわかりますよね。もうゲストとかどうでもいいから行っちゃいましょう。おい、ちょっと待てよ。さてよ、イシュボーヒカリ。どうもヒカリです。世界にはいろいろな聖地と呼ばれるスポットがあって、そこを訪れることを聖地巡礼と言いますが、今回私もとある聖地にやってきちゃいました。それがどこかというと、こちらのニューエラ本社です。ついに俺もここまで来てしまったが、自分が怖い。もともと本店がバッファローにあることは知ってたんですけど、ある時 Google マップを見てたら、バッファローがトロントからめちゃくちゃ近いってことに気づいちゃったんですよ。それからというものをずっとここに来ようと企んでました。さらにですね、ニューエラの定番モデルがこの5950っていうモデルなんですけど、それにちなんで5月9日を5950デーとして、ニューエラ界隈が今めちゃくちゃ盛り上がってるんです。で、本日の日付はというと、そう、5月9日です。ということで前置きが長くなりましたが、今日はイベントとかもいろいろあるみたいなので、早速行ってみましょう。入場制限してんのかな。ラインナップができてます。いよいよ次です。 Thank you。この日は DJ も入って店内がどんちゃん騒ぎだったので、ここからはボイスオーバーで失礼します。みんなが当日リリースの店舗限定カスタムキャップをはじめとする各スポーツのお宝を合わせる中、僕が狙っていたのはバッファロー本店限定のこのキャップ。2月にインスタに写真がアップされてたんですけど、在庫が残ってるか心配だったんですよ。ところで、たびたびお伝えしておりますが、僕はスポーツはめっぽう疎いので、その他のキャップがどれほどヤバい物なのかは分かっておりません。ということで、マニアの皆様のために貴重なバッファロー店の品揃えをたっぷりと取ってまいりましたので、ご覧ください。
そしてもう一つ、ニューエラのショップでやりたかったことがあるんです。それがこちらのリブロッキングマシーンです。蒸気や熱、圧力を使ってキャップの形を整えてくれるマシーンで、ニューエラキャップであれば別のところで買ったものも受け付けてくれます。しかも無料で。ということで、古着屋で買ったものの型崩れが激しかった3つのキャップを持ってきました。実は昔トロントにもニューエラショップあったんですけど、閉店しちゃったんですよね。なので今回初めてやってもらいます。日本でもアウトレット以外のニューエラストアにマシンがあるようです。さらに本社ということもあってか、ショップの横には小さなミュージアム的なものもあって、ニューエラの歴史を学ぶことができます。ニューエラといえばあのツバに貼ってあるサイズ表記ステッカーですが、その1989年に登場した初期デザインや、2011年のデザインコンテストで手作りされたキャップ、近年スポーツにとどまらずストリートブランドなどとも積極的にコラボ展開しているキャップなどが展示されています。さらにこの日、5950デー限定で5950購入者にパッチもしくはピンズをプレゼントということだったので選んできました。あー、けなげー。This one?買い物したらタコスの引き換え券までくれたので今からもらいます。ハンケンかわいいからこれ取っときたいな。Thank you.タコスもらったのでいただきたいと思います。ライムを絞って、やばい、袋に汁飛ぶ。どこが一個かわかんねえ。いただきます。トロントから来てもらったタコスはうまい。ということで、欲しかったキャップ無事買えました。じゃーん、こちらバッファローエクスクルーシブニューエラ5950です。正面にはバッファローのスカイラインと白いバッファロー、左サイドにはお約束のニューエラロゴ、後ろにはバッファローの文字、ボディの色はスカイブルーでブリムは薄い黄色になってます。で、さらにブリムラが薄い感じのグリーンになってます。いやー、欲しかったんだよこれ、嬉しい。じゃあかぶっちゃおうかな。お、どうでしょう。さらに購入者限定特典でステッカーとピンズまでもらっちゃいました。かわいい。本日はニューエラファンとして念願の聖地に来ることができて感無量です。おかげでますますキャップ愛が深まりました。これからもどんどん集めるぞ。それではまたお会いしましょう。 You have a good one. Peace out. ねえ、バッファローのニュースに俺映ってるんですけど。